キャプさん、なんか最近13しかやってなくて、このゲーム危ないんじゃないですか？なんか、ケイダッシュがよく、なんか、ごっちゃになるって聞くんですけど、危ないっすよね。なんか、コンボがよく、被ってよくわかんなくなるとかいう話になって、初期さんは、なんか、ケイダッシュが本気屋なんですけど、13やってっから、このゲームでケイダッシュ使えなくなっちゃったんですよ、初期さん。だから、なんか、苦し紛れにダイモンドが出てきて、なんか、集大を晒したという、感じなんですけど。さあ、先方キャップの K ダッシュ対、ベニマル。ポンザさんが刀ダッシュをするが、キャップさん、クリスオーダー。なんか、ボアスしたけど、しっかりしてるわ。やっぱしっかりしてますね、本当に。サーティンやってても、ちゃんとコンボセンターがしっかりしてる。ガケラが近い。あー、それじゃないかな。あー、ポンド終わった。先方戦を制したのはキャップの K ダッシュ。次に出てくるのは、イオリじゃないんだ。中堅霞。ポンザさんの霞が中堅出てきました。これは多分、クリス対霞の相性の問題で多分出てきたとは思うんですけど。あ、今ちょっともったいなかったですね、キャプさん。まだポンザが冷静だが、なるべく早めに倒したいポンザ。しかし、キャプさんはもうゲージを溜め切ってしまった。あとは時間を使って。お？ポンザ危ないんじゃないですか、これ。なんでしゃがみガードしないの？なんでしゃがみガードしないんですか？モラルがなくないですか？ヒップさんが、もう大将対ヒップさんの蹴出し。前方対大将。もう、ポンザもいい。ポンザの入りはゲージがなくてかなり苦しそうだけど。あー、なんかこのまま終わりっすね。本当にこのキャラクソっすわ。このキャラクソすぎる。マジ終わってんだけど。甘い。13バリの相重ねかな。あ、キープさん勝っちゃった。キープさんマジすごいっす。次、大将で出てくるのはオズ副将キャップ対大将オズの対戦。我らがオズ投手は、我らがオズ投手はいつも通りのカラーといつも通りの順番ですね。対するキャップも多分同じいつも通りの順番ですね。で、これさっきも言ったんですけど、きなこがかなり苦しい対戦だけど、我らがオズだったら、きっとやってくれる。と思いたい。お、ズームシー寄り切りやるが、苦しそうだ。あー、耐久処理が、謎の大車だ。そして、寄り切りが当たる。こっからオズさんの、オズさん死投げる。寄り切り？どうすんの？あー、おっさん逃がしちゃったか。苦しいね。見てください、この芸術さ。片や1本、片や2本。なんかもう、格差社会がやばいんですけど。お嬢様学校に通ってっからなんか、金はたくさんあるはずなんですけどね。と思ったけど、たくさん苦しそうだ。お、1ランダムを制したな、オズ。さすが。さすが投手、やるわ。真剣勝負は素晴らしいわ、本当に。でもゲージがちょっとないけど。キャットがゲージをために来た。キャットがすごいゲージをために来てる。きなこはかなり苦しいんですけど、あ、しっかりゲージを貯めてヘルプコンボを選んだ。キャットさんしっかりしてますね。俺終わったとかオズが言ってるか、オズはまだこっからっす。オズはネームレスが最強。オズのネームレスは最強。
そのネームでのためにおじさんは蹴らして4ゲージ貯めたいところだけど、先に4ゲージ貯まったのはキャップのクリス。キャップさんが果敢に攻めていたが、今オズが盛り返し、しかしオズはまだ2ゲージ。お、いいの刺さった。しかしゲージ使っちゃったけど、ズーズーしいディレクションが大足暴れか。ふぅ、オズさんリーチをかける。しかし出てくるのは4ゲージネームです。4ゲージネームです対 K ダッシュ。状況的にはオズがすごい有利だけど、4ゲージあるから終わっちゃうんじゃないの。ほら、はいはい、キャプさんしっかりしてるわ。キャプさん最大ルート使えば今ゲージ返し込んできましたよ。さて大将ネームレスの同キャラ、ゲージはオズのが多いが、今オズの弾が来てる。すごいぶっ放し、一触即発だ。どっちが勝ってもおかしくない、どっちが勝ってもおかしくない。おー刺さった。おじさん乾燥できんの。あ、乾燥した。しかしまだあるよ。どうする。おー、俺か、俺が出てくんのか。大将、大将俺か。じゃあ今からちょっと実況変わります。ノバさんに変わります。はい、じゃあ対象戦、プーディー VS オーズ。さあオーズは今さっきキャップをいい感じ倒してるんですが、大将にプーディー、これひなこ全一という噂の、さあこの同キャラが気になるところですが、さあ同キャラ戦を制するのはどちらか。さあひなこはよくわかんないんですが、さあ黒い方がどっち、これ黒い方がプーディー。さあさすが全員一平子使い、端から逃がさない。さあ逃げらんない。おじさんここで投げを決めて、さあ置き止めどうする。逃げられる。さあおじが、おじが投げを、投げから飛ばしてめくってやりたいことをやり始めた。さあな、お互い様子見をしているのが、さあジャンプで早押しジャンプ飛ばしてかぶせていく。オズの配信プレイで勝利戦を制する。さあ同じチーム構成なんですが、先に手出しを引き出したのはオズ。さあジャンプシージャンプシーのランが苦しそうなんですが、オズさんが苦しいと。さあプーディーは無理をしない立ち回りだが、ここで捕まってしまう。さあ投手めくる、置き止めうまく逃げる。プーディーそしてジャンプシーンを空中で話で当てる。さあ K ダッシュ同キャラ、オズといえば K ダッシュに定評がある。さあここでシェル決めてヒートの方につなげる。さあ中段、さあ、オーズがさすがに K ダッシュが、オーズの K ダッシュが光る。さあ、ここでプディが走り浮かして、ダメに飲む。さあ、カウンターヒット、これは空中ミリッツ。さあ、ゲージが、
おおずかく HFX さあ、おたが拮抗しているここでペディーの HFX がまたもやとる。さあ、大将を先引きずり出されたおずおっと、大将ちゃんと見てなんかぐちゃぐちゃになってますが、さあ大津が剣を使ってやっちまうが、なんか運よく前をヒットしている。さあ大津がなかなか手を出せないが、これでジャンプシーンがヒットして、さあ大将戦ネームレス同キャラ、さあプディが攻め立てるが、大津が昇竜で切り返す。さあなプディがここでジャンプ中段を決めて発動コンボ。さあこれ見せてしまう。ここで大津にチャンスあるのか。ここでしっかり発動コンボ、大津も見せる。さあ削り切れるか。しかし最後チャレンジヒット出してベディの勝利。意味わかんない勝ち方した。やばい、これ絵面がやばい。本当に勝ったのはプディ、俺だけど絵面が本当やばい。本当に勝ったって言えんのこれ。俺負けてたじゃん。